で私2015年からですね、乗り合いで目的地まで行けるデマンドタクシーと言われる、交通手段を市議会で、提案をさせていただいてきました。でこれは東金市だとか他の自治体というのはかなり進んでまして、ワンコイン500円で、まあ、ご自宅から例えば病院に行きます、あるいはスーパーに行きますということが可能になると。でこのデマンドタクシーを今回ですね、私ども緑区の高津戸町地域で、3月から実証運行ができるということになりました。これようやく長年のですね、取り組みが大きく前進をしてきたということでございまして、ただ一方でこの鎌取駅からいわゆる平和公園若葉区に向かう平山線といわれるバス路線が7月に廃止をされて、また本田駅から、時計駅にかけて北口路線を行く千葉中線といわれる2つのバス路線が、廃止をされました。で非常に地域の皆さんにとっては交通の足がなくなってしまったわけですから、非常に困ったというお声を多くいただく中で、私は今この3月に実証運行ができるこのデマンドタクシーを北側地域にも早期に運行ができるようにということで、議会で働きかけさせていただきました。先日は実はですね、平山の自治会、まあ、町内会の皆さん、このデマンド交通学習会をさせていただきまして、50名を超える方がご参加をいただきました。非常に切望されている、足がなくなって交通の便がなくなって大変な思いをされている、これを、まあ、市当局そして私も現地で声を確認をさせていただいて、早期の実現に向けて今回また改めて強く働きかけてまいります。これを一日も早くこの鎌取駅の北側地域にデマンドタクシー、高齢者の皆さん何歳になっても安心して滑る千葉市を作っていきますので、どうか引き続きこのご支援応援をよろしくお願いをいたします。